こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では昨日ですね、5月の27日からですね、6月の6日まで開催されているユニクロの感謝祭ですね、まあ皆さんも楽しみにされてるかなと思うんですが、ここで買うべきものベスト5ということで動画をお届けしてみたいと思っています。まあこれはですね、毎年恒例のですね、お祭りみたいなもので、ユニクロの定番的なアイテムがセール価格になるので、かなりお買い得かなと思うんですね。どれもですね、ベーシックで使いやすいものがユニクロには多いので、ここで買っておくとですね、結構ありがたいかなと思うので、まあ、今回は数ある商品の中からもう厳選してね、5個だけに絞って皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思います。本当サイトを皆さん見ていただくと分かるんですが、めちゃくちゃ商品数があるんですよね。ただどれもがおすすめというわけではなくて、僕たち大人世代が来てこれは間違いがないよねとか、まあ今シーズンだけではなくて次のシーズンまで使いたいだとか、まあある程度の長い期間使えるようなものをですね、ベースとしながら今回はおすすめしたいなと思ってます。まあちなみになんか特別企画として、まあいろんなものがプレゼントでもらえるみたいなんですね。中でもですね、ステンレスボトルいいですよね。これ300ミリリットルで、サイズ的には大きすぎず小さすぎずのですね、ステンレスボトルがこれ1万円以上買うとゲットできるということで、まあこれも一つですね、頭の片隅に置きながら、皆さんにおすすめをお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで早速ですね、一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいんですが、これはね、もう皆さんもね、一番狙ってるものだと思いますね。エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツカッコ5分袖ですね。これはもう間違いのない選択です。昨日の動画皆さん見ていただいたでしょうか。このエアリズムのですね、ユニクロの T シャツに新型が出まして、まあ、こちらにも持ってきてるんですが、このモックネックバージョンですね、まあ、これもすごく良かったんだけども、今日もそうなんですが、かなり気温は上がりますよね。明日も多分暑いと思うんですけども、そうなると結構袖が長かったりだとか、このモックネックということで首周りのフィット感が強かったりするので、少し暑いかなと思うんですね。その点、今こちらご紹介したエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツに関しては、こちらも手元にあるのでお見せしますが、襟元が通常のスッキリとした、こういったね、襟元になっていますので、今時期にすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、袖も五分袖になっていて長めではあるんだけども、先ほどの、モックネック型に比べると割とすっきりとした、袖丈になってます。すっきりはしてないかな、五分丈なので長いんだけども、あっちよりはコンパクトなので、まあ、この T シャツはめちゃくちゃ使いやすいと思いますね。まさに名作中の名作で、何枚かストックする必要があるかなと思ってまして、僕はですね、今季の新色であるパープル、これは多分ですね、初心者向けではないんですよ。中級者向けの色ではあるんですが、まあ、こういったセールだからこそ、こういったちょっと違う色にトライをしてみるのもいいかなと思いますし、あとはね、このネイビーもすごくいい色ですね。ネイビーといっても濃い感じのネイビーではなくて、少しこう明るさがあってミディアムネイビーぐらいの色味ですね。これがね、非常にいい雰囲気なので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいですね。他にはちょっとこうね、あのモスグリーンっぽいような色合いですね。これ表記は何番になるのかな、オリーブみたいな表記なんですかね、56番のオリーブ、これまたねすごいいい色なんですよ。まあ、個人的にすごく気に入ってるんですが、まあ、オリーブというよりは深いグリーンで、なんかこう色としても、あの華やかさはあるんだけど、ブラックだとかネイビーとかそういったボトムスにも合いやすいし、白系のデニムなんかにも合いやすいし、意外とですね使いやすいんですね。これはすごくいいカラーなので、オリーブもいいかなと思います。はい、まあ、このあたりがおすすめなんですが、他にもオーソドックスな白だとかブラックですね、まあ、このあたりもね、ちょっと僕は あえてこのあたりって、今ないんですよ。もうベーシックな白 T とか黒 T はいっぱい持ってるので、まあ、ここら辺は持ってなかったので、ちょっとこの機会に足すのもいいかなと思ってますし、あとはですねライトグレーですね。ライトグレーもすごくね、ちょっとこう色の感じがね、変化があるのでおしゃれに見えるというところで、ライトグレーもいいと思いますね。あとはね、このグレーね、ちょっとモックネック型なんですけども、僕持ってるのはこっちの普通のねクルーネック型のグレーもね、やっぱりこの色すごい品がいいですよ。僕この色が一番好きかなと思いますね。去年 2枚買って全部
着倒してしまったぐらいね、すごく色の雰囲気が都会的でかっこいいので、このグレーもおすすめですね。ですので、まあ、ちょっとこう数を揃えるという意味では、このセールをうまく使っていただいて、まあ2色ぐらい持っておいてもいいんじゃないですかね。1290円ということでめちゃくちゃ安くなってるかというと、そんなこともないんですが、まあ、間違いなくですね、これ1年中置いてある商品なので、ぜひこの機会にチェックをしていただきたいなと思います。はい、2つ目はですね、これまたもう定番ですね。夏のユニクロのもう大人のシャツといったらこれじゃないですかね。プレミアムリネンシャツということで、これがですね1990円ということで、かなりお買い得ですね。さっきのねエアリズムの T シャツよりもこっちの方が値下げの幅が大きいんじゃないかなと思うんですよね。なのでこれ今時期すごくいいです。というのもリネンシャツって、まあ、今から着れるし、本当にね真夏でも着れるんですよね。先ほどの T シャツだとちょっとなんかカジュアルすぎてなんか気恥ずかしいんだよなって方も多いと思うんですよ。というのもこの二の腕のあたりが見えるとかなりカジュアル度が高くなるんですが、その点こうリネンシャツっていうのはちゃんと長袖なので二の腕は隠せるんですよ。ただ暑いので腕まくりをして着るというのが、まあ、夏の基本になってくるかなとは思うんですが、このねリネンシャツはもう間違いのない定番なので、ぜひチェックしていただきたいんですね。僕の手元にもですね今2枚のリネンシャツがあります。まずはですね、まあ、一番使いやすいのはこれだと思いますね。番号で言うと67のブルーですね。これがねもう圧倒的に使いやすいです。まあ、ネイビーと比べるとちょっと明るめのですねブルーになっていまして、そんなに重たすぎないというカラーになっています。これだったらまあブラックのパンツと合わせてもいいし、白パンでもいいですし、あとはねショートパンツなんかと合わせて、ショートパンツはカジュアルなんだけど、こういったリネンシャツはちょっとこう大人っぽいっていう合わせ方がすごくいいかなと思うんですね。でこのようにこう腕をまくってあげてね、なんか小綺麗に着てあげるのもいいと思うし、中はですねもうインナーで V ネックとか深めのねインナーを着て素肌をこうちょっと見せながら着るっていう、ね、イタリアっぽい着方もできれば、このタイトの写真のように T シャツの上にさらりと着るっていう着方もすごく良かったりするので、まあ、様々なアプローチができるんじゃないかなと思いますね。まあ、こういったブルーなのか、もしくは結構ね差し色として綺麗なのがこのね色で言うと表記はどうだろうな、52のグリーンということでね、まあすごくね発色の綺麗な蛍光っぽいグリーンで、これまた夏場にはすごくいいんですよ。ネイビーのショートパンツなんかと合わせていただくとすごくね雰囲気いいので、ぜひこのグリーンもねセール価格だからこそこういったなんか差し色っぽいものって楽しめたりするので、これは要チェックじゃないかなと思いますね。他にもねベーシックなホワイトとかもあるんですが、結構ねドシンプルになるので、個人的にはなんかブルー系だとかこういったグリーン系だとか、このあたりが使い勝手がいいかなと思うので、ぜひね皆さんこの2色は鉄板ですよ。ここら辺は間違いのない選択なので、ぜひこの機会に買っていただければなと思います。ちなみにサイズなんですけど、ちょっとゆるさを出してきた方がかっこいいと思うんですよね。なんかこういったイタリアっぽいシャツ、リネンシャツっていうのは、まあ、ジャストサイズで着るみたいなところが一つ定番としてはあったんですが、最近は先ほどもお伝えした通り T シャツの上にさらりと着るみたいな着方も割とこうなんかハマるようになってきたので、そういう時にはちょっとサイズにゆとりがあった方が僕はなんか大人のこうリラックス感があっていいかなと思うので、僕はですね両方とも普段はジャストサイズは S なんですが、ワンサイズ上げて M を選んでるので、ぜひサイズ選びだけ間違わないようにチェックをしていただきたいなと思っております。はい、ということで2点ご紹介しましたね。このあたりはまず間違いがない選択かなと思います。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これも安くなってるというのはですね個人的に嬉しいような、定価で買ったのでちょっとこう悔しいような気もしなくはないんですが、感動ジャケットセットアップ可能というところで、これもね名作中の名作ですね。まあ、先日のユニクロライブステーションでも僕はこちらを着用させていただいたんですが、セオリーとのコラボレーションモデルのジャケットが、この感謝祭で6990円ということで、まあかなりこう買いやすい価格帯になってるかなと思います。これはね僕も私物があるのでちょっとお見せしたいなと思うんですが、
これはね名作ですよ。ユニクロにもね様々なジャケットセットアップ対応のものがありますが、その中でもセオリーコラボということでちょっとこうモード感のあるような仕上がりになっているんですね。まあシルエットもですねこうタイトというよりは少しボックス型でゆとりがあって、なんかこなれた感じも出ますし、あとはですねこのサイドのポケットになってるんですね。この普通にねスーツのポケットみたいなものが前面についているのではなくて、サイドからこう手が差し込めるようなこういったねポケットの付け方になっているのが、これまたちょっとこうスポーティーな感じもするしモード感もあふれるような仕上がりになっているので、これはねめちゃくちゃいいです。まあ、セットアップ対応ということでビジネスカジュアルでもですね使うことができるので、こういったものってそんなに流行に左右されないで長く使えるんですね。なんかセールのものって結局はなんかこうテンション上がっちゃって、あの普段着ないようなものを買ってみたりして使わなくなっちゃうってことも少なくないんですが、まあこういったものというのはもう定番中の定番なので、まあなんかね長い目で見ても使い勝手がいいので、この機会にね買ってみるのもいいと思います。色はまあ僕はブラック持ってますが、なんかセール価格だったらこのライトグレーもいいと思いますね。先ほどの話と矛盾するかのようですが、ライトグレーあんまり着たことがないという方ね多いと思うんですが、まあ、そんな時にもなんかちょっとこのセール価格だからこそあえてちょっとこういったカラーにトライをしてみるというのも僕はありなんじゃないかなと思いますね。まあ、デザイン的にはすごくオーソドックスで使いやすいので、色がですねブラックではなくてライトグレーになったところで難しいなっていうことはないと思うので、この冒険はありだと思いますね。先ほどのリネンシャツとかもそうですし、まあ、エアリズムの T シャツもそうなんですが、形さえベーシックであればあとはカラーを少し遊んでみるのは、まあ全く問題がないかなと思うので、このね感動ジャケットねぜひ、まあ、名作だと思うのでぜひこの機会にですね、ゲットしていただくのも良いんじゃないかなと思っております。まあ、季節もあんま関係ないですよね。本当にこう真夏もね着れないことはないと思うんですね。もう羽織って外行くのは難しいですが、まあこのね画像にあるようにこうポロシャツだとかそういったものを外では着ていて、室内だったら1枚羽織るみたいな着方であれば夏行けて、まあ結構4シーズンじゃないですけど 3.5 シーズンぐらいは使えるようなアイテムなので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っております。続いてですね4点目は、今度はですねちょっと手元にはないんですが、チノショーツですね。これまたですねユニクロの大定番アイテムなので、まあ、特にこれから梅雨時期に入りますが、まあ、梅雨終われば、真夏になりますし、今初夏ということでめちゃくちゃ今日も暑いので、このようなショートパンツっていうのは1個あるとすごく便利かなと思います。まあ、数あるショートパンツの中でチノショーツというのはもう定番中の定番で、これまたね一度は買ったことがあるという方も多いのかなと思いますね。シルエット的にはタイトな感じではなくて程よくこうリラックス感のあるようなシルエットになってるんですね。でショートパンツのシルエットも細いものが流行る時期とちょっとゆったりめが流行る時期があるんですが、今は全体的な雰囲気に合わせて少しこう裾幅も細すぎずに適度にゆとりがあるものがトレンド的になっているので、そういったところともハマりやすいのがこのチノショーツというアイテムかなと思いますね。まあ、カラー展開たくさんあるんですが、この中でも個人的にはまあ、ネイビーの69のネイビーだとか、あとは09のブラックだとか、この辺りが使いやすいんじゃないですかね。なんかやっぱりショートパンツというだけでかなりカジュアル度が高いんですよ。そこに対して色まで遊んでしまうとかなりねカジュアル感が強くなってしまうので、似合う人が限られるので、オーソドックスなところで言うとネイビーブラックあたりが使いやすくて、ちょっと遊ぶのであれば僕は思い切ってこの00のホワイトまでですね振り切ってしまうのもありなんじゃないかなと思いますね。ホワイトのこういったショートパンツ清潔感があって、意外とこうコンサバ感がですね抜けるので、そこまで機材にならないのでいいかなと思うんですね。それに対して先ほどご紹介したこのようなブルーのねリネンシャツを合わせると、なんかこう夏のリゾート着としてはすごく良かったですので、まあ、せっかくセール価格のであればこういった00のホワイトっていう選択肢も僕はなかなかありなんじゃないかなと思いますね。はい、まあちょっとねこの辺りはベーシックに行くのか、もしくはちょっとねアクセントカラーのホワイト持っていくのかっていうところは検討していただければなと思うんですが、丈の長さもね決してこう短すぎず、で裾幅も細すぎずっていうところで、まあいろんな方にはまりやすいようなね、チノショーツになってまして、まあ、ウォッシュ加工もねしてあるので、肌触りも優しいですし、なんか色の雰囲気も含めて、ちょっと通好みな感じに仕上がっているので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、
はい、もうこれも定番ですね。エアリズムクルーネック T シャツかっこ半袖、もう言うまでもないですね。もう大定番のもので、僕はこれ着るのであれば部屋着感覚で、まあこれを着るっていうのが一番使いやすいのかなと思いますね。肌触りがいいエアリズムということで、機能的な部分もしっかりとありながらも、非常にねシルエットは、一番最初のクルーネックのねユニクロ U のものに比べるとジャストサイズで着れるようなものなので、部屋着からワンマイルウェアとして活躍してくれるような大名作のですね一枚かなと思いますね。はい、まあ色に関してはもう部屋着なのでシンプルにホワイトにするのもいいし、少しねなんかこう雰囲気をですね変えたいのであれば69のネイビーなんかも非常に使い勝手がいいかなと思うので、このあたりをチェックしていただきたいなと思いますね。まあ部屋着なのでなんかあんまりこうビッグシルエットに振るのもあまりね実用性が高くはないので、僕はまあジャストサイズからちょっとゆとりを出してリラックス感出したいならワンサイズアップぐらいがいいかなと思うので、僕だったら M サイズのネイビーが欲しいかなと思いますね。もう部屋着感覚で、まあ、こういったものは消耗品としてこの時期に買い足しておくっていうのは大いにありかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただきたいなと思っております。はい、ということで、ね、今回は、ユニクロのですね感謝祭ですね、この中でおすすめのものを皆さんにですね5点ご紹介させていただきました。どれもねベーシックで、僕の考え方としては今季だけじゃなくて、またねあの秋とかにも使えるし、来年の夏なんかにも使えるようなものをですねお伝えさせていただきましたね。まあユニクロっていうのはベーシックっていうところが一つですね、利点ではあるので、そういった使い方もできるので、ぜひこの機会を利用しながらお得にね、セール価格の商品を楽しんでいただきつつ、ちょっと背伸びをしていつもと違ったカラーを足してみるのもいいんじゃないかなと思います。他にもねなんか UT とかもたくさんあるんですよ。めちゃくちゃバリエーションがあるんですけど、まあ、僕がね結構おすすめしたいような柄っていうところ、結構 UT は選ぶのは難しいんですね。その中から僕ら大人世代に選べそうなやつをちょっとクリックしてみたんですが、もう在庫はねかなり少ない状態だったので、まあ、UT はちょっとここは、置いといて、もう定番的で使いやすいようなね今回の5点を皆さんにはぜひチェックをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またもう少しですね中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説ですとか、あとはですね2週間に1度、メンバーシップのチャンネルではですね生配信もやってるんですね。そういったものに興味がある方は、僕のもう一つやってる YouTube のメンバーシップチャンネルもですね概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。あともう一つ、オンラインサロンというものをスタートさせました。なかなかですね動画が長くてチェックするのが厳しいなという方はですね1日だいたいですね5記事ぐらいですねおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を文章と写真をベースにしながらサクサクと読めるような形で、ご提案しているのがオンラインサロンなんですね。こちらもですね気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。